お元気ですか。そして今でも愛していると言ってくださいますか。水色は涙色、そんな人生に泣きそうな心を託します。あれこれと楽しげなことを書き並べ、寂しさを紛らす私です。会えなくなって2月過ぎてなおさら募る恋心、手紙読んだら少しでいいかな、誰からも恋をしているとからかわれ、それだけが嬉しい私です。愛していると言われた時がなんと